強い川崎、本当に強い川崎です。公式戦年をまたいで21戦負けなし継続。前半は札幌ボールのキックオフで試合が始まりました。後方から高峰が長い球を前線に配ります。外に福森、急いでクロス入れずに中に預けました。片手でカット、左足、菅野左足、ナイスキーパー。最初の決定的なチャンス、札幌の高峰のパスですかね。はい、あの手前に入れたパスが素晴らしかったですよね。自分、静学が自分の原点なんで、うん、そうしましたということです。さあ家永右足、真ん中旗手いて、三笘打った、川崎後半の立ち上がり先手を取りました。まあ、ここでボール奪ってからですよね。早かったですし、まあ、家永がこのタイミングで入れるっていうのもなかなかないと思うんですよね。なるほど、はい。まあ、早いタイミングで入れて、まあ、旗手の中盤からよく入ってきましたしね、まあ、最後は三笘落ち着いて決めましたね。はい、まあ、後半の入りっていう意味では川崎の方がこうガッて入れたので、はい、まあ、その流れからっていう気はしますけどもね。福森、ナイスキーパー、素晴らしい左足、襲って、これ、いや福森もやっぱ精度素晴らしいですし、孫亮もよく反応しました。おダミアン強さを見せます。長谷川パス、片手折り返った、左ポストクロスバー、 J ヘディング、抜けた、小林、小林、あ、これはオフサイドディレイで今旗が上がりました。この田中ですね。そうですね、はい、このタイミングで、まあ、足残ってましたね、ええ、ただまあここの1対1の制し方ですよね。プレッシャーかかってたと思うんですけども、よく決めましたね、落ち着いて。いった、小菓子は、おー、車屋、いや、さすがの対応でしたね。川崎フロンターレ J1 最多連続負けなし記録更新。サッカーを愛するすべての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。